どうもこんばんは、森っちんです。明けましておめでとうございます。令和始まりました。僕もツイッターの方でね、初めまして令和みたいなことつぶやいたんですけれども、いやーすごいですね。なんかこう年明けと同じような雰囲気がしてね、すごくなんか楽しい感じでいいなと思います。だからまあ明けましておめでとうございますって言ったんですけれども、ということで MHF やっていくんですが、今ですね開演から45分経った12時45分なんですけれども、MHF の方でですね、令和にちなんだクエスト、イベントクエストが来たみたいなので早速やっていこうと思います。こういうの用意してたんですね、ありがたいですね。はい、こちら令和記念 GQ イベント、令和とレイヤということで、いや僕もね考えてたというか、なんか令和とレイヤって似てるなと思ってて、でそれで今日あたりになんかこうレイヤのクエスト行こうかなって、黒レイヤだとなんかあれだからね、こうちょっと弱めの装備でねレイヤとか行こうかなって思ってたら、イベントクエストが用意されました何読んでた、僕の行動読んでたのかなって若干思ったりしたんですけど、自意識過剰かな。で開催期間としては今日から来週の水曜日までの1週間ですね。でまあ GQ のイベントクエストっていうことで、令和とレイヤー GR1 からレイヤー亜種の一頭の討伐で、令和に拍手する、令和に拍手どういうことかよく分かんないけど、まあとりあえず拍手をすればいいと思いますので、早速やっていきましょう。こちらですね、令和とレイヤーということで、大闘技場でやるみたいですね。東方の地域で開演されたそうです。石職人がお祝いとして贈り物の石のオブジェを完成させたところに、リオレイヤー亜種が飛び込んできてしまったので、被害が出る前に討伐をお願いします。これがなんか結構変な感じらしいんですけれども、報酬見るとね、ポルタカード桜って書いてあるんですが、結構お金もらえるのかな、ちょっとよくわかんないですが、早速行ってこようと思います。さあやってきました。いやね、普段はねこんな時間、こんな夜遅くの時間にね動画撮れないんですけど、兄弟も同じ部屋なんで、できないんですけど、たまたま今日ね2人ともいないんで、上と下2人ともいないんでね、撮れるからやろうってことで来たんですけれども、なんだあれ、あれね、レだあれ、岩でレイ、岩でね、レを書こうと、岩でレイは、岩でレイは、ああそういうことか、あはい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 、なる、あなんかもう親父ギャグがもう盛りだくさん、もうてんこ盛りすぎて、なんかそういうこと、レイヤーとレイワもかけてるし、岩とレイワもかけてるしで、ね、はあなるほど、くだらない、あこれは金庫かな、くだらねえまあいいと思うけどね、全然いいと思うけど、僕もそういうのもう大好きになってきたしねえくだらねえな、まあパッパと倒しちゃってね、報酬とか確認していきましょうか。あそうか、あと拍手しなきゃいけないのか。でこれ倒しました。であっちに向かって拍手すればいいの、拍手いくよ、はい、イエーイ、これもこっち側向いてさ拍手しようよ、イエーイいやこれどうなの、マジでどうなのこの絵あのなんかさ、あのエイプリルフールのクエストも今年のやつ、えって感じだったけど、これもまたなんかえって感じだけど、まあまあまあいいでしょう。はい、ということでね、レイワとレイヤのクエストこんな感じでございました。報酬どうかな、報酬どんぐらい金もらえんだろう。一応ねいろいろねアイテム持ってきたんですけど、いろいろっていうか大激運の守り持ってきたけど、あこの程度、あーなるほどね、ポルタカード桜は18枚の組が2つという感じですかね。はい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 、あーなるほど、なるほど、こんなもんでございました。ということで令和とレイヤーどうだったでしょうか。称号とか壁紙とかはなんかもらえないみたいなので、なんかしらね1個でもね用意してくれたらいいなーなんて思ったんですけれども、まあそれぐらいね貴重なものですから、あの辺ってのはね、壁紙とか称号っていうのはね。ということで、令和始まりましたけれども、今後もね変わらず、まあいろいろね他にもゲームやろうとは思ってますけれども、F を中心としてねやっていこうと思ってますのでね、F 大好きなんでね、今後も続けていきますのでどうかよろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイ、バイバイ。